はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンハル99でーす。今日はね、フォトレビューの形でね、お届けしようと思いますけども、今日ご紹介したアイテムはこちら。ピラミッドの作り方ですね。ピラミッドがね、出てくるゲームって、まあ、たくさんあるわけなんですけども、ピラミッドの作り方、いわゆる How to make ピラミッドですよね。ピラミッドの作り方っていう、またなかなかですね、これを不思議なタイトルを持ってきたなと思ってるわけですけども、今日はこのね、不思議なタイトルの一体どんなことをするのかっていうゲームですね、ピラミッドの作り方をご紹介したいと思いまーす。はい、このですね、ピラミッドの作り方なんですけど、まあもちろんね、何するゲームかって、まあピラミッドを立てていきましょうっていうことになってるわけですけども、各プレイが持ってるカードがですね、まあそのピラミッドやなんかの構成要素になってるんですね。だから、新しいカードをもらって、そのカードを使ってピラミッドを作っていきましょう。まあこういう形になってるんですね。で、どうやってそのですね、まあカードを新しいの入手していくかっていうと、そこはドラフトになってるんですね。いわゆるロチェスタードラフトタイプのカードが全部見えていて、まあ順番にそれをピックアップしていきますよ、なんていうタイプになってるんですね。で、ここが面白いのが、ここは2段階になっていて、いわゆるですね、まあ、プレイ人数に応じるんですけども、テーブルの真ん中でこれ4人の時なんですけど、1、2、3、4、5っていう中で、こうタイルがこう出てると思うんですけども、このタイルはですね、要は何番目にカードをピックするか、要は取るかっていうことなんですね。だから下にカードもですね、これ4人なので、2枚1組のやつが4セット並んでると思うんですけども、これを何番目に取りたいですかっていうことを、最初このタイル、1から5まであるタイルで選ぶ。で、全員選んで終わったら、4人だからまあ1個余るわけですけども、数字の若い人順に、この4つあるカードのセットからどれか1つを2枚取って、自分のところのピラミッドを作る。こういう仕掛けなんですよね。いやいや、何言うてんねんと。その1番が1番ええやろっていうことになるんですけども、そうじゃないんですよ、実はね。どういうことかっていうと、これピラミッドを建てるだけではなくて、この箱の裏絵がちょうどいいんですけど、これよくご覧いただくと、ピラミッドがこう出てるわけですけど、ピラミッドの横になんか縦に並んでるやつもあるんですよね。つまりこれって3つ要素があって、ピラミッドを建てて、オベリスクを縦にこう長いね、要はカードをこう縦に積んでいくわけですけども、オベリスクとそれと地下ですね、まあ、地下のお墓ですね、この墓の3要素を作るようになっているんですね。で、このタイルのね、まあ、アップを見ると分かるんですけども、 1,2,3,4,5 って書いてる下に小さい数字の数字下にね、小さいアイコンを書いてるんですけども、何を作れるっていうのを書いてるんですよ。全部ピラミッドは絶対作るんですけども、1番はピラミッドだけ作れるんですね。だから手元に2枚もらって、最初1枚持ってるんですけど、なんか3枚になって、1枚必ずピラミッドとして置きなさいと。ピラミッドって一番下が4枚、次が3枚、その次が2枚、1枚ってね、ほんとピラミッドになって10ラウンドしたら終わるんですよ、このゲームね。必ずどれを選んでもピラミッドは絶対置かなくちゃいけないので、10ラウンドしたら終わるんですけども、1番はピラミッドしか置けないんですね。手元のね、何枚やったって1枚ピラミッドを出すだけ、その代わり早く選べます、こういうことですね。2番になると、ちっちゃいんですけどもね、この絵がね、まあ、この全体のね、このタイルの絵を見ればわかるんですけども、ピラミッドと地下のお墓ですね、墳墓場を建てれますよっていう風になっているので、手元から選んで終わった後、1枚はピラミッドに置いて、1枚は地下のね、お墓になってるんで、手元から伏せておくんですね。何も見せないで置きます。なってるんですね。で、3番選ぶと、これピラミッドとオベリスクってなっているので、ピラミッド1枚置いて、縦にこう繋がるように、見えるように1枚置くと。こういうことですね。で、一番最後ちょっと5番飛んじゃいますけども、5番まで行くと、ピラミッドとオベリスクとお墓と全部やっていいよってなるんで、まあ3枚全部使っちゃうよと。次手持ちがないので、次は2枚しか取れないので、次5番選んだら全部置けないってことになっちゃうわけですけども、1回全部置けると。こういうことですね。だから、後ろの方に行く、あるいはどこの途中に取ると、置ける場所が違うんですね。1番はとても便利ですね。1番取って、1番最後選んだら、それ便利なんですけども、その代わり、1枚しか置けないんですね。で、これ実は手番が終わったら持ち越せるカード1枚しかないので、1枚持ってる時点で2枚取ってしまったら3枚ありますよね。で、ピラミッドだけ立てたら2枚残っちゃうんで、1枚捨てるしかないんですよ。これもったいないんですよね。なので、じゃあ2番がいいのかっていうと、いや、今お墓は俺やりたくないんだけど、オベリスクがいいんだけどなぁ、なんていうふうになると、オベリスクは3番より後ろにはないんですよね。じゃあ3番か。どうしようか。でも彼ってさっき5番取って手札全部使って終わってるから、今回1番取ってもいいんだよね。2枚取って1枚だけね、ピラミッドプレイして1枚残してもいいってなってるから、1番取られたら嫌だなぁ、なんていうことがあって、まずこの順番をそれぞれスタートプレイヤーからピックアップしていって、ピックアップしたら次のカードを取る順番が決まると、同時にどこを立てれるか、ピラミッドとオベリスクか、ピラミッドとお墓か、
全部3つかピラミッドだけっていうことが選べるんです。これプレゼントとちょっと違うんでね、そこのところね、あのマニュアル参考いただきたいわけですけども、そのあたりの欲望が絡んでいってどの順番なのかっていうので、ここがまあ当たり前なんですけども、ピラミッドの組み方、オベリスクの盾の積み方、お墓のカードの入れ方によって最後得られる点数が違うんですよね。こちらねご覧いただきたいんですよ。これピラミッドの画像なんですけど、ピラミッドのところの構成要素は5種類あるんですよね。青っぽいやつ、白っぽいやつ、緑っぽいやつ、赤っぽいやつ、黄色っぽいやつあるんですけど、これがどのぐらいね繋がってるか、一筆書きで繋がってるかとか、それともこれ5色あるんですけど、5色それぞれが一定容量長いとかね、全部一定個数ずつ繋がってるとか言うと、まあ、ボーナスがあったりするわけなんですよね。だからなるべく都合がいいようにくっつけていきたい。ああここで5色目が繋がるのにとか、ここで詰まったって、じゃあいいやピックアップを早く取りなさいよとかね、どれピックアップしても今はできない中になんてこともあったりするので、ここのところのカードの値分はあるんですけども、手番順でコントロールしたいなんていうとこお互い見ながらここのピラミッドを作っていく。当然当たり前ですけど、オベリスクの方もこの色の入れ方によって、同じ色をたくさん使えば使うほどポイントが多いわけですけども、そこのオベリスクの高さによってとか段数によって点数が入るなんてこともありますし、オベリスク、ピラミッド、地下のお墓にそれぞれ対応するアイコンが入っているカードもあるので、それは適切な場所に使ってればボーナスが入るとか、お墓はですね5色各それぞれについて一番多いプレイヤーにボーナスが入るとかいう風に、ボーナス判定がピラミッド、オベリスク、お墓それぞれ、あるいはそのシンボルっていうのは全部ボーナス判定なんですね。だからどれを狙うのか、お墓に何を入れたいのか、私これちょっとこの色はもっと足らないなとか、ここはちょっと突っ張りたいなとか、オベリスクはもっと高くしたいな、3段じゃダメだな、5段まで上げときたいななんていうことを考えると、ますます最初のタイルのピックアップの時に何番目を取るか、何番目を取ると真ん中に並んでるカードのどれを取れるかっていうのが順番が決まると同時に、ピラミッドだけなのか、ピラミッドとオベリスクだけなのか、ピラミッドとお墓だけなのか、それとも3つ全部なのか、またまたピラミッドだけなのかっていうことが決まる。でもプレイは10ラウンドやって終わったら必ずピラミッドが 4-3-2-1 で絶対仕上がるようになってるので、その10ラウンドの中でどんな風なピラミッドとオベリスクとお墓を建てるのかっていうことをですね、カーププレイヤーが争う、なかなか面白いような仕掛けにできてると思いました。で、まあ、実際やってみるとですね、まあ、あんまり他人が何やってるかもう追えないですね。みんながどうこうだか、俺がピックアップでこうっていうのは、まあ、よっぽどの時は見ますけど、まあ、自分のこのピラミッドとオベリスクとお墓を作るのは、まあ、いっぱいですね。あ、結果的に俺トップだったんだとか、結果的に良かったってことはあると思いますけども、なかなかその辺のコントロールは難しいなと思うのと、マニュアルだったら一人がピックアップして、全部ね、カード置いてから次の人がピックアップしなさいなんていうふうに、まあ、当たり前で書いてるわけですけども、実際はもう、数字順にね、2番の人、3番の人、4番の人、5番の人ってどんどん取っていって、自分のところにさっさとセットアップして終わったらタイルを返すってやった方が、プレイはずっとスムーズですし、実態はあんまり問題がないような気がします。なので、そんなに難しくてインタラクションがあるゲームじゃないんですけども、ドラフトのところがロチェスタードラフトタイプになっているので、真ん中に並んでるカードからピックアップする、このピックアップするための順番をまずタイルをスタートプレイから順番取っていく、それはカードをピックする順番とどこに立てれるかっていうことを同時に制御しているっていうあたりがですね、ああこれなかなか非常にシンプルに作ってる割にこれ面白いなというふうに感じました。まあ弱点としては何やってるか全然わかりません。このゲームの中で自分どんな立場の人なんやろっていうのはちょっと全然よくわからないんですけどもね、ピラミッドの候補なのかなとかね、設計士なのかなとかよくわからない立場になるんですけど、まあそれはそういうね、あのエモーショナルところを放っておくとすると、システムを楽しむという世界から言うと、この純粋なタイルのねピックアップとそれに伴うロチェスターのドラフトっていうところの合わさってピラミッド、オベリスク、お墓っていう3つの要素が出来上がってくるっていうところは、なかなか面白く仕上がってるんじゃないかななんていうふうに思いました。はい、というわけで今回ですね、まあフォトレビューのね形になりましたけどね、ピラミッドの作り方どういうことかななんて思いましたけどね、実際のところまあドラフトをしながらね、ピラミッドを作るためのね、オベリスクを作るためのお墓を作るためのカード、これが全部ね一つのカードでね済まされてるってなかなか面白いわけですけどね、三角に詰めはピラミッドだし、まっすぐ詰めればオベリスクだし、裏面に置けばお墓だしなんてことをね使い分けろってことになってるので、この辺の使い分け方はねなかなか面白く仕上がってるんじゃないかななんていうふうに思いました。はい、というわけで今回ですね、ピラミッドの作り方のフォトレビューでございました。ザ・ゲームガヤチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガヤチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガヤチャンネルの春99でした。